武田義信。武田義信は、戦国時代の武将。海の戦国大名、武田信玄の着難で、武田氏を継ぐはずであったが、敗着された。天文7年、1538年、武田晴信の着難として生まれる。海統一を果たした、武田信虎の孫にあたる。父、晴信は、天文5年に、公家の三条、金よりの娘。 三条夫人を正室に迎えており、紅葉軍艦によれば、これには、武田氏と同盟関係にあった、駿河国の今川氏の圧戦があったという。天文19年、1550年23歳で、元服し、4月8日には、駿河の今川義元の娘、いとこを正室に迎えいる。風は、オブトラマサ、紅葉軍艦。天文21年。 1552年8月には、具足主が行われる、高城佐伯。翌天文22年、1553年12月29日には、武田市歴代の中で初めて、室町幕府将軍の足利義富士、後の義輝より、足利将軍家を呼び、生は源氏の通事である、義の返記を受けて義信と名乗り、甲府館内には、挙所として、西車が増設されている。 高城佐伯。ウイジンは天文23年1554年の信濃国作軍の友久氏攻め。このウイジンでは吉信は作軍の友久氏の反乱を鎮圧すると小諸城も降伏させ、内山城の軍勢を率いて落ち武者300人を討ち取っているなど大活躍している。年1558年に春信が 品濃守護に部任された際には、巡産官令としての待遇を受けており、紅葉軍官によれば、a 六四年1561年の第四回川中島の戦いにおいても出陣して、武功を下駄と記載されている。越後屋氏によれば、吉信の川中島での戦いぶりは凄まじく、a 六四年九月の海戦の際に、上杉軍が武田軍を蹴散らした。 上杉謙信の本人が一休みしていると、武田太郎義信が八百の兵を引き、武田軍の旗を伏せ、腰差しをして密かに足の中を伝い、不意に、謙信の本人を襲撃し、不意を突かれた、謙信の旗本は、過半数が敗走し、この時老臣の志田源士郎義時、大川春光森高茂が討ち死に、謙信も、下方のつばやりを用いて防戦するありさまであった。 まさに三軍が敗走かという時、き、色部修理助長美が五百人、宇佐美貞光が千四人を率いて長谷三次、吉信軍を挟み撃ちにし、旗本隊と共に、吉信軍をようやく、広瀬の私まで追い返したという。A68 年、1565年10月には、新元暗殺を企てた無ンに関わったとされ、甲府東工事に遊兵され、紅用軍艦、A60 年、 1567年10月19日には、東光寺で死去した、去年30、同年11月に、吉信正室は、駿河へ帰国している、上越志士。公用軍艦によれば、永禄7年、1564年7月に吉信の、森役である、オブト政、側近の長坂玄五郎、まさくに、ソメス王守るらが、信玄暗殺の密談をしていたが、 計画は事前にトラマサの実定である、オブサブロベイの密書により露見し、A68 年1565年1月、トラマサ以下は、無法の首謀者として処刑され、80期の家臣団は、追放処分となったという。武田義信は、同年10月に、甲府の登校時に遊兵され、吉本の娘と強制的に離縁の上、後継者としての地位を失い、 同年11月13日には、異母帝の諏訪勝頼に、織田信長の養女流昇院を迎えて、吉見を通じた問い。また、紅葉軍艦では、事件の背景を第四次川中島の戦いの天末や、勝頼が高藤上主となったことに対する不満にあるとしている。吉信事件について詳しい経緯は不明であるが、 A63 年の桶狭間の戦いにおける今川義元の戦士、A64 年の第四次川中島の戦い後の北進地域の安定を契機に武田氏は対外方針を転換し、吉信事件後には今川氏との関係が悪化し、a 6 1一年には今川両国への駿河侵攻が開始されているが、主要な武田氏研究者の間では事件の背景に、 親今川派の立場にある義と今川両国への信仰を思行する信玄の間に派閥構想が存在していたことを想定する見解で一致している。事件後の A60 年1567年8月7日には小さ型軍の行島足島神社において両国内の家臣団に信玄への忠誠を誓わせた希少文が奉納されているが、 武戦九九千百八十六号。これは、事件後に生じた、家臣団の動揺を鎮める意図であったとする見解がある。海の国の宮三は神社の法賀町、三和神社文書によれば、a 六八年、1565年6月に、長坂、それらによる立ち奉納が行われており、軍艦の五筆で、事件発覚は、a 六八年、 1565年7月のこと、あるとも考えられている。また、A68 年、1565年10月23日に、武田信玄が西上野の元五郎に宛てた、編書、戦国異文959号によれば、信玄は、オブラによる、密測り事が発覚したので即刻成敗したとしていることからも、虎まらの成敗は、A68 年、 1565年9月から10月のことであるとも指摘され、平山2001近年発見された高野山聖景院、海の国区要庁により、小布の死去は同年10月15日であることが確認されている。また、海の南部には駿河と接した川治療があり、川治療主で武田五一門州の穴山氏はのぶとも、新君期に武田宗家と、 隕石関係を持ち、武田、今川間の木の絵春同盟を取り継ぎし、天文21年の吉信と今川義本娘の院も仲介している。穴山氏は武田総家に従属しつつも、今川氏と深い関係にあったが、吉信以降の a 十1年末に、武田氏は今川両国への侵攻を開始し、駿河進行、穴山氏は軍事行動を主導している。 吉野部事件における穴山氏の立場は不明であるが、A69 年12月5日に、当主神君の弟にあたる穴山彦八郎、信義、信国が、美信山駆動寺達中において自害しており、吉野部事件に際して、穴山氏では、当主神君が信玄派に属し、弟の彦八郎が吉野部派に属した内向が、生じていた可能性が考えられている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。